山と向き合ってこれから登りたい山っていうのが目の前に見えているときに非常に怖いですよね。まだ山に触れてもいないし近づいてもいないとき、人がやっぱりしたことをしたくない、自分が歩いたところが道になるような活動をしたい、空白の誰も人が歩いたことのない場所に行って頂を目指したいっていうのは僕の目標ですね。やはりこう自分にとってシスパーレというパキスタンにある7611メーターの山っていうのはとても特別な山ですね。今から20年ぐらい前になるんですけど、初めて見上げてあの頂に僕の人生をかけていつかは登りたい、何年かかってもいいからいつかは登りたい、であの頂に立てるような人間になりたいって20歳ぐらいの時に思ったんですよね。まあそれからかれこれ15年かけて3度の挑戦をして、まあ4度目にやっと山頂に到達するわけなんですけど、過去3度失敗した時の挑戦というのは悩み立ち止まった時こそあの頂に実は帰ってきたんですよね。シスパーレに帰れば何か新しい発見があるんじゃないか、私が人間として何が足りないのか、冒険家として何が足りないのか、まあ、そんなものをこう教えてくれるような物差しのような存在に変わっていたんですよね。私は山に登れば登るほど臆病になってきているのが自分でもわかるんですよね。非常にこう山に対して怖いです。その20年ぐらい前に無鉄砲で登っていた、後ろを顧みず登っていたあの頃っていうのは全く怖くなかったんですよね。でもやはりいろんな経験を積んできて今私は山がとても怖いんですよね、まあ、だからこそ足元にある危険をしっかりこう気づくことができる。以前は上しか見なかった、でも今はしっかり足元が見える。2005年のシブリンというインドにある非常に急峻なとんがった山があるんですけど、まあ、そこに挑戦した時に、まあ、私は凍傷になりました。そのシブリンのミトルートからの挑戦というのは私にとっても世界的に初めて評価された登山でもあるんですけど、果敢に本当に難しいラインから登ってですね、自分にとってその時大切だって思ったのはやっぱり頂であって命ではなかったんですよね。若くて無鉄砲に本当に山頂しか見えてなかった、足元の危険に気づくことができなかった、まあ、それが結果的に成功はしたけども自分にとっての失敗、凍傷になってしまった理由だと思ってますね。僕は登山家として世界で誰もしたことのない場所に行って登山をするっていう、まあ、人ができないことをしたいって思って活動してますけども、山岳カメラマンとしてもやっぱり同じで、僕にしかできない撮影をしたい、世界で初めて行くような場所ですから誰も見たことがないわけですよ。だそんな世界をもちろん私を独り占めで終わってももちろんいいんですけど、ただ私はそういうものをしっかり記録してですね、多くの人に見てほしいな、私の人生をかけて挑戦した2017年のシスパーレの一番難しい箇所に向かっているルート上の写真ですね。すごい急峻なところを横にへつりながらこう移動していくんですよね。北東壁のちょうど真ん中あたりの場所になるんですけども、自分たちは下るのではなくて頂を目指そうっていう決断をした時でも実はあの時あってですね、真ん中ぐらいっていうのはやはりこう振り返って今だったら確実に生きて帰れるっていう場所でも、こっから先に踏み込んだら頂を越えてまあ帰るという選択肢に変わるんですよ。だからもう一つの覚悟というものが
あの横移動のトラバースの一歩を踏み出す前に実は大きな葛藤があってですね、もう登ってきたルートを降りることはないな、この壁を越えなければ生きて帰れない、まあ、そんな場所に突入した瞬間でもあったんですね。一つの頂に立って、でそこからさらに遠くの山を見て、あの山に登れる自分になりたい、そういうモチベーションで次の頂を目指して、それがこうやって今冒険を続けている、理由だったりしますね。